皆さんこんにちは、声優ナレーターの榎本敦子です。今日はですね、もうすぐ私バースデーがあるんですけれども、今回も撮り下ろしのグッズを、作っているんですね。それの、撮影風景を撮ってまいりましたので、少しだけ結構はいお見せしたいと思います。9月のとってもよく晴れた日に撮影しました。ご覧ください。とっても晴れてるんですよ。素晴らしくないですか。私大変雨女なんですけれどもね、担当の清水さんとカメラの、杉山くんが大変な雨女、晴れ女晴れ男ということでね。はい、神宮のスタジオで撮りました。ハウススタジオなんですけども、今回私の希望でちょっと緑があるようなところで撮りたいっていうので、選んでもらいました。衣装もね、このようにたくさんあって、朝も早からメイクしていただいております。ずっとね、最近の撮影をやってくださってるメイクさんですけれども、今回もやってもらいました。一つ目の衣装靴怖い厚底でね。この日は八重さんも撮影組んでたんで、もう一人カメラマンさんが来てくださってて、なんとカメラマンさん2人でレフ板って分かりますか、光をね当てるやつ、レフ板7個使ってました。これね、映えピクニックは私の希望でやってもらいました。最高じゃないこれね。じゃあ最初グラスなしでケータリングにしたんですけど、行きましょう。杉山さん去年ね、バースデーのツーショットの写真撮ってくれました。こんな風に撮影してもらうのは初めてです。私もこの衣装ね、用意してもらったピアスがめちゃくちゃ可愛くて、自然な笑顔ですねもう慣れてるチームなので、私も笑顔です。杉山さん大変タッパがあるんですけどもね、なおかつ脚立に乗るっていう、全部映りそう、全部美味しそう立川さんも一人のカメラマンさんが次の撮影までにずっと光を当ててくれてる豪華。ちなみにジュースは普通にスパークリングリンゴジュースみたいな感じです。この日はね、ちょっとね、つけま、自然に見えるつけまみたいのしてもらいました。衣装チェンジ。二つ目は、なんかやっぱ今まで撮ったことのない感じの衣装っていうことで、不思議系？これは私不思議なポーズしてますけど、ピアスが重くって押さえてます。杉山さんの見た時の、なるほどか、面白かった。なるほど、なるほど、みたいな。そう、この衣装を見た時、ああ、なるほどって言ってた。日向ぼっこしてますね。私この夏結構焼けちゃったと思ったんだけど、こう見ると白いですね。はい、はい、固まりました。マフラーになりました。これちょっとね、攻めた衣装を一個取ってみようっていうことになって、だいぶ攻めてみました。水着はね、はるか昔にやったことあるんですけど、それ以来あんまり露出の多いお洋服は選んでないので、まあ新鮮な写真になったかなと思います。ね、緑のとこって赤が映えるんだって。なんで赤の衣装を選んでもらいました。まあ、とにかく天気がいいですよね。これを見てる長年のファンの人も感動しているんじゃないでしょうか。あとこう濡れ髪も挑戦しようって言って、はい、霧吹きでやってもらってます。
新しいコンセプトですね。今まで撮ったことのない写真です、間違いなく。もうこのチームで 3回目、撮影3回目とか4回目、手打ちのアルバムからやってもらってますんで、撮ったことのない写真をということでやっております。この衣装綺麗ですね。はい、そうそうそう、いいね。はい、 OK。 はい、あ、綺麗ですね。髪型もちょっと前髪なしのスタイルもバリエーションで撮ろうということで、ちょっと自分じゃ多分このスタイリングできないと思うんですけど、なかなか良きですね。いいね。あ、それ秘書、秘書風。これ画素数結構カメラ上がってるんで、ソーシャルディスタンス。いやいや。このぐらい。はい。ちょっといかにね。はい。友達ショット撮ってもらいました。やえ、これね、ウィッグなんですよ。似合ってますよね。これは商品にはなりませんが、思い出。どっちの方向ずれちゃって逆に。じゃあ行くよ。はい。OK。はい。いろいろ。OK。いいよ。はい。あ、それもいいね。はい。あ、いいね。立川さんも写真すごいお上手なんですよ。去年のとかもね、撮ってもらってますが、はい、この衣装と背景の組み合わせって本当ね、天才的ですよね。清水さんがね、コーディネートしてくれてるんですけど、あとこれはちょっとコスプレっぽいっていうか感じのもの撮ろうって言って、メガネとかね、小物を使ってみました。いいですね。取れ高いいですね。メガネ需要はありますからね。あるよね。メガネ需要ってでもあるからな。あ、同じこと言ってる。メガネって結構ね、難しいんですよね。レンズなしのでね、撮ったりとかもしますが。いい、あ、そういうのいいね。これね、私ウィッグです。出来上がりは結構自然な感じに加工されてると思います。そう、カレンダーの写真も撮んなきゃいけなかったので、こう夏っぽいものを撮ってます。楽しそう。一瞬勝負なんでね、花火って。いいよ、全然大丈夫。はい、ぜひぜひ。回すのいいかもしれない、結構。はい、そうそうそう、で楽しそうに。はい、そうそうそう、あ、いいね。はい。はい、ね、いいね。そうそう。ひたすら花火をつけています。友達にそんな向かってなんか楽しいよみたいな感じで。出来上がりどうかな、はい、多分いいと思います。はい。はい。はい、ということで、グッズの撮影の様子見ていただきました。こういう、なんかこうビハインドストーリーってあんまり載せたことがないのでちょっと新鮮かと思うんですけど、こんな風に撮影しています。今回はね、コロナ禍でもあるので感染に気をつけながら、私以外の人は皆さんマスクをしてって、気をつけてやりました。こんな中でも撮影してくれた撮影チームの皆さん、ありがとうございます。素敵な商品になってるんじゃないかなと思います。グッズが T シャツが2種類、壁掛けカレンダー、クリアファイル、生写真、大判生写真、オンラインイベントが2回ございます。こちら全部セットみたいのを買ってくださるとですね、アクリルスタンドもつきます。クリアファイルに、私サインを入れますので、心を込めて、全部セット買ってくださった方には心を込めてサイン入れますので、買ったらチェックしてください。詳しくは概要欄の URL をご覧ください。31日の夜0時を迎える瞬間と、11月1日のお昼に、2回イベントございますので、ぜひチャットで、参加してほしいなと思います。こんな風に家からお送りしますので、一人で自作自演でケーキとかも多分持ってくるんじゃないかなと思いますので、皆さんが参加してくれないと一人ポッチッチになっちゃいますのでね、ぜひ参加してくださいね。それでは、10月31日、夜のイベントでお会いしましょう。